上海博物館の人民広場館で18日、エジプト考古最高評議会との共催で、ピラミッドの彫、古代エジプト文明展が盛大に開幕した。世界最大規模、アジア最高レベルの海外古代エジプト展となるこの特別展では、古代エジプト文明の各時代の貴重な文物492組788点が展示され、うちの 95% 以上はアジア初公開となっている。ファラオ像、ミイラや石棺、彩色が施された木製の棺などの展示物が注目されている。展示会の一般公開は19日より来年の8月17日まで続く。